こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ、魔理沙。最近の子供向けの昔話や絵本って、残酷シーンが全部カットされて、なんだか別なお話になってるらしいわね。猿蟹合戦は、合戦という言葉が避けられて猿蟹話だしな。猿に柿をぶつけられても、蟹のお母さんは怪我するだけよ。猿も反省して、最後はみんなで仲直りしてるわ。元は、そんな話じゃないわよね。猿蟹合戦は、憎い猿に母を奪われた子蟹たちが、親の仇討ちをする民話だ。江戸時代まで、仇討ちは幕府に届け出れば、認められていたからな。でも、現代では劣気とした犯罪よね。そうだ。1873年、明治6年に仇討ち禁止令が出されて以降は、報復や復讐は禁止だ。下切りスズメも、最近は下は切られずに、おばあさんから追い出されるだけみたいだしね。もはや、タイトルが意味をなさないな。花坂じいさんに出てくる犬も、元気にピンピンしてるしな。犬の亡骸を埋めるシーンが出てこないものね。そうなると、最後の枯れ木に花を咲かせましょうが、マジックショーみたいだな。カチカチ山も、ウサギとタヌキ、おじいさん、おばあさんが、最後はお茶を飲みながら仲良く大団円よ。悪いことをしたら罰せられる、完全懲悪のメッセージが消えてしまっているよな。現代では、報復の連鎖を肯定するようなストーリーは受け入れられないから。昔話も時代によって変化していくのかしら。そうだな。カチカチ山なんて、世にも恐ろしいホラーだしな。あれ？カチカチ山ってホラーなんだっけ？私、ウサギがタヌキを懲らしめる話とは知ってるけど、ホラーのイメージがないわ。もしかして霊夢、ハッピーエンドのカチカチ山しか知らないのか？よし、今日はカチカチ山の本当の物語を解説していくぜ。よろしくお願いします。それじゃ、早速、ゆっくりしていってね。さっきマリサは、カチカチ山がホラーだって言ってたけど、その前に、私の知っているカチカチ山を話してみていいかしら？現在の子供向け絵本バージョンだな。では霊夢、あらすじを頼みます。昔々あるところに、畑を耕して生活していた、おじいさんとおばあさんがいました。悪いタヌキは畑を荒らしたり、芋を盗んで二人を困らせます。怒ったおじいさんは、罠を仕掛けて、タヌキを捕まえました。おじいさんは縄でタヌキを縛って、留守番をするおばあさんにタヌキ汁を作るように言います。もう二度としないから逃がしてほしいと懇願するタヌキ。おばあさんが、かわいそうに思って縄をほどくと、タヌキはお礼も言わずに逃げてしまいました。日頃からおじいさん、おばあさんの世話になっていたウサギは、その話を聞いて激怒、タヌキを懲らしめることにします。ウサギはタヌキを芝刈りに誘いました。タヌキが背負っている芝に火をつけ、背中に大やけどを負わせた上で、薬と偽って唐辛子味噌を渡し、さらに苦しみを与えます。数日後、ウサギは再びタヌキを漁に誘います。木の船と大きな泥船を見せ、タヌキには大きい船の方がたくさん魚が取れると誘導して、泥船を選ばせます。沖に出ると、泥船は溶けて、タヌキは海で溺れそうになります。溺れるタヌキを見て、ウサギは貝に捕まるよう言って助けてあげます。タヌキはついに改心し、おじいさんとおばあさんとも和解をします。以上。これが私が知っているカチカチ山よ。確かに、ちっともホラーではないな。ウサギの仕返しが、やりすぎに思えてしまうな。本当のカチカチ山はどうなのかしら？早く聞きたいわ。よし。ここからは、身の毛もよだつ本当のカチカチ山だ。お願いします。おじいさんがタヌキを捕まえて、おばあさんにタヌキ汁を提案するところまでは同じだな。その後が、違うのね。タヌキは、おばあさんにもう二度としないから逃がしてほしいと頼み、心優しいおばあさんは、タヌキを信じて逃がすことにする。タヌキは、縄をほどいてもらうや否や、そばにあった棍棒でおばあさんに襲いかかり、殴り殺してしまう。え？そして、皮を剥ぎ、タヌキは、まんまとおばあさんに化けて、おじいさんの帰りを待つ。タヌキは、おばあさんの肉を煮込んで、ババア汁を作り、おじいさんに食べさせる。ババア汁？何も知らないおじいさんは、美味しい、美味しいと喜んで食べる。キャー？おじいさんが食べ終わったところで、タヌキは正体をバラす。流しの下の骨を見るがいいと言って、タヌキは山へ帰っていく。いやぁ、何この惨劇、血みどろのホラーじゃない。そうなんだぜ。ウサギの仕返しは、タヌキを泥船に乗らせるところまでほとんど変わらないが、溺れるタヌキをウサギは助けない。溺れながら助けを求めるタヌキを、ウサギは容赦なく、貝でついて海に沈める。タヌキは絶命し、ウサギは見事、仇を取った。おしまい。そんな残酷な話だったのね。同じ回でも、
助ける道具にするのと、沈める道具にするのでは大違いね。そうだな。それにしても、タヌキが、おばあさんを撲殺してババア汁にするなんて、猟奇的すぎるわ。その上、おじいさんにババア汁を食べさせるなんて、トラウマになりそうよ。確かに、小さい子供が絵本で読む内容ではないな。このタヌキ、とんでもなく卑劣ね。日本において人肉食は最大のタブーだ。しかも、おじいさんが望んでタブーを破ったわけではない。騙してタブーを破らせたのだから、二重に罪は重いと言えるな。そこで、そんな悪タヌキを許すまじと立ち上がったウサギが、仇討ち執行人の役を買って出たというわけね。ウサギが、タヌキの背中に火をつける話は、日本古来のクカたちの考え方に基づいていると言われるな。クカたち？何それ？クカたちは、古代の裁判方法だ。絶対読めない、難読日本史用語ね。やけどの具合で、有罪無罪を判定する。煮えたぎる釜の熱湯に手を入れても、無罪ならやけどはしない。有罪ならやけどするという。なんだか怖い裁判ね。やけどするかしないかが、有罪無罪の判別方法ってわけね。そうだ。カチカチ山は、熱湯による審判ではないが、その変形バージョンだろうな。ウサギが、タヌキが背負う芝に火をつけたということは、有罪か無罪かを確かめるためだったということ？どこにも、そんな記述はないが、そうだろう。私、子供の頃、ウサギがなんで火をつけたのか、意味がさっぱりわからなかったんだけど、今ようやく合点が言ったわ。おお、そうか。霊夢の解説も聞こうじゃないか。カチカチ山は、クカたちの変形バージョンということよね。ウサギは最初、おじいさんからことの顛末を聞いて憤慨し、懲らしめてやろうと決めたものの、内心では、半信半疑だったのよ。だって、惨劇の現場を見たわけじゃないから。そこで、ウサギは、何も知らないふりをして、タヌキを芝刈りに誘う。よく燃える乾いた芝をタヌキに背負わせた上で、火をつけて、試したのよ。結果、ウサギは、タヌキの大やけどを実際に見て、有罪を確信した。タヌキは、ウサギがカチカチと火打ち石を鳴らす音を聞いて、ボーボー言うのは何の音？なんて、のんきなことを言ってたけど、あの火打ち石の音は、死へのカウントダウンだったんだわ。ほう、なるほど。そういう考えもあるな。タヌキを海に連れ出した時、ウサギは必殺仕事人として、タヌキを始末する準備が終わっていたというわけ。よし、霊夢の推理が終わったところで、ここからはカチカチ山の背景に迫っていくぜ。現代では、有罪か無罪かを判断するのは裁判所だが、古代では、その決断を神に委ねた。これを神明裁判という。神明裁判の中では、先ほど説明した、クカたちが有名だ。人を裁くのは難しいし、裁判は誰もが納得する方法でなければならないから、神に判断を任せたのね。クカたちは、容疑者に制約をさせた上で、煮えたぎる釜に手を入れさせる裁判だが、古くは制約ではなく、受刑と言った。古事記にアマテラスとスサノオの受刑の儀式が出てくるわね。高間ヶ原を訪れたスサノオが、侵略しに来たのではないかとアマテラスから疑われ、そうではないことを証明するために行ったな。受刑はあらかじめ、表が出れば右に、裏が出れば左になどと決めてから行うコイントスに似た占いよね。クカたちとは違うわね。そうだ。受刑は占いの一種。クカたちは審判だ。まず、この違いを覚えておいてほしいんだぜ。古事記には、他にも、身の潔白を証明するために、火の中で出産を試みた姫もいるな。誰だったかしら？この花の咲く夜姫だ。天孫降臨、ニニギの御事と結婚した絶世の美女ね。そうだ。アマテラスの命を受けて日向の地に降り立ったニニギは、この花の咲く夜姫と出会ってすぐに恋に落ちた。やがて、この花の咲く夜姫は子供を身ごもるが、ニニギは喜ばない。なんで？自分とは一度しかまぐわっていないから、国つかみの子ではないかと疑ったのだ。ひどいわ。妻の浮気を疑ったのね。ニニギって、不細工な姉の岩永姫を断って、美人の妹のこの花の咲く夜姫だけ選んだり、妻の浮気を疑ってみたり、天孫降臨の英雄なのに、なんだか人間臭いわね。それが古事記の面白いところだな。怒ったこの花の咲く夜姫は、もし、この子が国つかみの子なら、無事には生まれないでしょう。そう言い放ち、戸のない産屋にこもって火を放つ。可憐で美しい女神かと思ったら、肝が据わってるわね。そして、疑いを晴らすために産屋にこもって、出産を強行した。生まれてくる子が、天つかみの子であれば、無事に生まれてくるはずだと。炎に包まれた産屋で、この花の咲く夜姫は、三柱の子供を出産し、自らの貞操を証明した。いきなり三つ子とは大変だわ。ともかくも、
彰子の危険を犯して、不貞の疑惑を晴らしたのね。これが、神話で美談となっている理由がよくわからないけど、疑いを完全に晴らすには、こんな大きな危険を犯さないといけないのかしら？口で言うだけなら、何とでも言い逃れはできるからな。死の危険も顧みない、体を張った行動を取らなければ、古代の人々は信用しなかった。そういう過酷な現実から九形という恐ろしい裁判が生まれたのかもしれないな。古事記の神話以外の伝説はあるの？日本書紀によれば、3世紀頃、応神天皇にこと心の疑いを持たれた。武士のうちの宿根が、身の潔白を証明するため、自ら熱湯に手を入れたという。でも、やけどするわよね？普通に考えれば、熱湯に手を突っ込んで無事なわけがないよな。そうよ。この時は、武士のうちの宿根が勝利したらしい。つまり、やけどはしなかったんだろうな。どんな手を使ったのかしら？修験道で日渡り修行でもしてたの？わからない。気圧が低くて沸点も低い、富士山の山頂で行ったとしても、87度あるしな。そうね。他の伝説は？5世紀初めの陰陽天皇が、素性や家柄を偽る者がいないか確認するため、容疑者全員、九形にかけたという記述もあるな。全員、冤罪だらけになりそうね。いや、熱湯を前に自白する者が出て、意外に早期解決できたという伝説もある。神の意思を知るための儀式として、九形は、戦国時代になっても行われていたというな。え、これって、古代の伝説や伝承の類じゃないの？違うんだぜ。越前の大名、朝倉家の歴史を記した朝倉島月にも記録がある。1573年に朝倉義景が、逆進を炙り出すために熱湯に手をつけさせ、やけどした者は、全員処罰したそうだ。想像しただけで恐ろしいわ。だって、これは悪魔の証明でしょ？あることの証明はできても、ないことの証明は難しいからな。そうよ。熱湯裁判が、本当に裁判として機能していたのか疑問だわ。熱湯だけじゃないんだぜ。争いが起きると、双方が神に正義を誓った上で、真っ赤に焼けた熱い鉄を握る鉄火儀式もあった。熱い鉄？やけどが軽い方を勝者、やけどが重い方を敗者とする。煮えたぎる熱湯でも十分怖いのに？焼けた鉄？無理でしょ？400年くらい前の日本で行われていた形跡があるんだぜ。そんなことしたら、手がただれて後遺症は残るし、ただれた傷口からの感染症で命の危険もあるわよ。このあたりは、歴史学者の清水克行氏の日本審判史に詳しい。有罪か無罪かを神に問う。九形、行章、鉄火儀式について詳細に解説した一冊なんだぜ。この本によれば、古代の九形を継承した。行章と呼ばれる熱湯裁判は、室町時代に集中しているそうだ。鉄火裁判は、戦国から江戸初期の数十年に集中的に確認されたという。実際の事例がそんなにあるなんて。どうして、こんなに恐ろしくて理不尽な方法が選ばれたのかしら？歴史の中で、結構長い間、神の名を借りて使われてきたようだからな。犯人探しや村同士の争いの解決に一定の効果があったんじゃないか？実際に犯罪を犯した者なら、熱湯を前に震え上がって、恐怖で自白する人もいたというから、それが狙いだったのかしら？それもあるだろうな。公開で行うから、見せしめとして一般予防効果もあっただろう。人から疑われるようなことをすれば、九形の対象になる。そういう認識が社会全体にあれば、治安維持効果もあっただろうな。つまり、罪人を炙り出すのに有効な上に、犯罪抑止効果もあったということね。マリサ、一つまだ疑問が残ってるんだけど。なんだ？泥船には、どういう意味があるのかしら？泥でできた船って、他の昔話には登場しないわ。カチカチ山の特徴的アイテムだから、何か理由があるんじゃないかと思ったんだけど。そうだな。こう考えたらどうかな？船は、黄泉の国に行くための乗り物と考えられている。高貴な人の船は、高貴な材料で作られる。なるほど。卑劣な悪だぬきには、泥で作った船がお似合いということね。でも、それだけじゃないと思うんだぜ。他にも、泥船には意味があるの？ここからは、すべて私の勝手な想像だ。一般的な説でも、どこかに書いてあるわけでもないから、聞き流してもらって構わない。泥船は沈んだ。つまり、黄泉の国へ行くための乗り物を狸は失ってしまった。じゃ、狸は、あの世とこの世を隔てる三途の川を漂流するということ？いや、漂流なんて、生優しいものではない。漂流じゃなくて、自力で、三途の川を泳いで渡るということ？三途の川は、流れが速くて危険な川なんだぜ。とても泳いで渡ることはできない。そうなの？霊夢、
サンズの川の渡り方を知っているか？渡し船の渡し金に、六文銭が必要なことくらいしか、知らないわ。諸説あるが、積みの重さで通れる場所が決まるらしい。良い行いをした人は、橋を使える。ショートカットできるのね。軽い罪を犯した人は、橋は使えないが、浅瀬が通れるので比較的渡りやすい。重い罪を犯した人は？橋も使えず、浅瀬も通れない。急流の川を通るしかない。その急流も波が山くらいあって激しい。上流からは、大きな岩が流れてきて、体を潰されたり、水の中では毒蛇が待ち構えていたりする。自ら顔を出したり、引き返そうとすれば、岸にいる鬼から矢をいられる。ひえー、恐ろしい川なのね。疲れ果てて体が沈もうものなら、川底で松大蛇に食われて、そのまま最下層の地獄行きだ。岩に体を砕かれても、矢に貫かれても、死者はすでに死んでいるので何度でも復活する。私、泥船が沈没した後のことなんて考えたことなかったわ。タヌキは今も激痛と疲労の中、終わりのないせめくを味わっているかもしれないのね。そういうことだ。ここまで、日本の民話カチカチ山と、その背景に歩く形の歴史について解説してきたが、どうだったか？カチカチ山だけで、こんなに考察できると思ってなかったから、それだけでびっくりよ。オリジナルの話が、残殺事件の敵討ちとは知らなかったし、やけどの有無で、判決が下される区形にも驚いたわ。船が、黄泉の国行きの乗り物だという話も面白かったわ。今回の動画では取り上げなかったが、作家の太宰治がユーモラスにアレンジした。おとぎ雑誌では、一風変わったカチカチ山が読めるんだぜ。ウサギを美少女、タヌキはウサギに恋する愚鈍な大食感の男に置き換え、恋にも重くな男と、純粋だが残酷な女の物語として描いてる。へぇ、ウサギが、何度もしつこくタヌキに仕返ししたのはなぜか？という誰もが思う疑問を逆手に取った作品なのね。そうだな。そういえば、冒頭で話に出た猿蟹合戦は、芥川龍之介がパロディ作品猿蟹合戦を書いている。民話って、文豪たちの創作意欲を刺激するのかしらね。読んでみたいわ。それでは、今回はこの辺で。動画が面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。コメント欄もお待ちしてるんだぜ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。